幻覚です。皆様こんにちは、ナビゲーターのミレイです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。韓国が TPP への加盟を申請すると発表。もう加盟した気になっているようですね。韓国のホン・ナムギ副首相は13日、対外経済関係の閣僚会議で TPP への加盟申請の手続きを開始すると明らかにしました。あくまで申請ですからね。にもかかわらず、韓国内ではあたかも TPP に加盟したかのような雰囲気なので少し不気味です。ひょっとしてこれを機に TPP の加盟交渉の場を日本とのチャンネルにするという意図もあるのかもしれませんが、案外日本以外の国から猛反発があり、事実上の門前払いになるのかもしれません。こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点、また韓国や日本国内の反応など今日もしっかりお伝えしていきますね。12月13日付産経新聞によると、韓国政府は13日環太平洋戦略的経済連携協定 TPP に加盟するための国内手続きに入る方針を明らかにした。ホン・ナムギ経済副首相兼企画財政相が同日の対外経済閣僚会議で、 TPP 加盟を本格的に進めるため多様な利害関係者との議論に基づき関連手続きを始めると表明した。日本など11カ国で作る TPP には中国と台湾が9月に相次いで加盟を申請。韓国内では高水準の市場開放が求められる TPP 加盟に農業団体などから反対も強いが、韓国の輸出入額の4分の1近くを占める最大の貿易相手国、中国の動きに背中を押された形だ。本氏は中台の加盟申請などを挙げ、アジア太平洋地域の経済秩序の変化が活発になり、これ以上政府内の議論にとどめるのは難しいと指摘。開放型通商国家としての韓国の地位などを総合的に考慮したと説明したと報じています。この件について日本総合研究所調査部マクロ経済研究センター所長の石川智久氏は、 TPP は加盟国の全会一致で加盟が決定するコンセンサスルールを採用しており、申請すればどの国でも入れるわけではありませんと韓国に釘を刺しています。記事にもある通り、今回は申請することを決めただけであり、これから加盟国の中で韓国の参加を認めるかどうかの話し合いが行われることとなるでしょう。この判断には韓国の経済体制はもちろん、 RCEP 地域的な包括的経済連携協定との関係なども考慮して行われるとのことであり、自由貿易国であることが証明できなければスタートラインにすら立てません。韓国の場合は造船分野などでダンピングを行っているという話がありますので、今後厳しく問い詰められることは確実でしょう。また TPP の規約では、食品輸入の不当な制限をしないように求める条文があり、原発事故以降福島沖の水産物の輸入規制を強いていることに対しても議論が起こることは確実です。また韓国は十分に希釈された処理水の放出に対しても水産物などの輸入禁止措置をしようとしていますが、もしそのようなことをすれば TPP 参加の夢は間違いなく立ち消えになるでしょう。かといって TPP を優先し処理水放出を
指を加えて眺めている状況にでもなれば、韓国国内の活動家たちから袋叩きに遭いますので、次の大統領にはかなり高度な外交戦術が求められるに違いありません。また12月12日には中央日報が韓国世界貿易の 15% 占める TPP 加盟、明日にも決定か、経済効果と影響はという記事を配信しており、もうすでに加盟したかのような気になっているメディアもそれなりにあるようです。本当に気が早いですね。やっていることは願書を書いて大学に送っただけで、合格した気になっている受験生とさほど変わりありません。もちろん先日の石川所長も、タイトルが誤解を招きますので解説しますと、正しくは加盟申請であり加盟決定ではありませんと、先ほどとほとんど同じコメントで釘を刺しているありさまです。しかし現在の TPP を仕切っているのは、韓国が同盟を結んでいるアメリカでも、韓国が経済的に頼りにしている中国でもなく、韓国が忌み嫌っている日本です。あそこまで反日を決め込んでいるのなら、普通は加盟という選択肢は皆無に等しいと思うのですが、イギリスや台湾といった経済上の主要国が加盟を希望しているというだけで、案外バスに乗り遅れるなというノリだけで加盟申請を出したのではないかと邪推してしまいます。申請するのは韓国の自由なので何も文句は言いませんが、日本からいつ制裁を食らってもおかしくないことをたびたびしでかしている手前、岸田首相には文相応の厳しいチェックを行ってほしいものですね。ところでオーストラリアのモリソン首相は、韓国の TPP 加盟申請について、韓国が TPP に近く加盟する予定だ、とても歓迎するとコメントしています。リップサービスでしょうか。この後にモリソン首相は、 TPP 加盟国は規範を重要視する国で、通称で相手国に公正に対する国と語っており、常識人のモリソン首相ゆえ、多分韓国は規範を重要視する国からは完全に逸脱している国なので、TPP には絶対に加盟できないなどと考えていそうです。それにしても韓国はこういったリップサービスの言葉さえ真に受けて行動する傾向があり、それが世界との外交のズレを生んでいるのだと思います。まあ京都の軒先で進められたぶぶ漬けをおかわりするようなずうずうしさこそが形外交の真髄と言われればそれまでなのですが、今回のニュース、韓国からも多くの声が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。日本が参加してくださいと頭を下げるなら、参加してあげてもやぶさかではありません。これは小説なのですか。まるで現実に起こっていることとは思えません。 CPTPP に参加するのはそんなに簡単ではないはずです。なのになぜもう参加しているかのように喜んでいるのか、不思議で仕方がありません。我が国は米中間で戦略的な曖昧さを取らざるを得なかったし、福島県産の輸入を防ぎ、また日本の輸出規制に対抗するために日本主導の CPTPP に参加していなかったのが今までのはず。アメリカは TPP ではない新しい経済システムを構築しようとしているので、むしろそちらに参加すればどうでしょうか。海外の安い商品が入ってくるので TPP は大賛成です。国内産業がどうなろうと知ったことではありません。 TPP 参加こそが我が国の生き延びる最善の手段だと思います。必ず承認させてくださいね。日本みたいな二等国ですら TPP に入れたんです。
だから当然アジアの一等国たる我々に入れないはずはありません。以上は韓国からのコメントでしたが、日本からはどのような声が上がっているのでしょうか。あの国が国際法を遵守していないのは明白です。どうせ後から難癖をつけるのが目に見えていますので、断固断ってくださいね。まずは盗んだ苗で作ったシャインマスカットなど数々の悪行を謝罪してからです。盗んだ仏像の件もまだ解決してませんからね。北への密輸と空自にレーダー照射した件も土下座して謝罪してください。また米英豪が日本の領土と認めている竹島についてもしっかり返してからの話です。まあそれらをすべてやったとしても加入できる保証はないのですが、こいつら日本に袖にされるのを分かっていて申請しているのでしょうね。だから申請にあたり日本との課題を解決しようなんて気は毛頭ないはずです。日本から断られたら被害者ぶってそれで満足するつもりなのではないでしょうか。もし日本が折れたらそれはそれで儲け者、その程度の話です。私もそう思います。理由は国民に対するアリバイ作りと TPP 参加に反対した日本を悪者にし再び反日扇動することが目的です。申請するのは自由ですが、日本政府は毅然とした態度でお断りしてくださいね。ついこの間も脱石炭声明で自分勝手な解釈をし方向性を指示したのであって合意事項に全て従うわけではないとわけのわからないことを言ってましたよね。約束という概念がない国を参加させたら秩序を乱すに決まってます。日本政府は断固拒否でお願いします。一カ国でも拒否れば入れませんので、日本は拒否しかありえません。もし受け入れれば当然岸田政権は終わりです。寝言は寝てから言ってほしいですね。そういう発言は真っ当な国になってからにしてください。実は韓国は欧米諸国とは FTA 自由貿易協定を結んでいるのですが、日本とは現在中断中となっています。というのも日本との二国間で経済の自由化を進めた場合、韓国の経済に対して取り返しのつかないダメージになるからです。そう考えると日本製品不買運動は理にかなっている気がするのですが、一方国レベルでは未だに半導体素材など日本製品に頼っている現実は否定できません。なぜ隣国はあれほど日本を否定しておきながら経済に関して全く独立できていないのでしょうか。本当に不思議ですね。アメリカにしろ中国にしろ、韓国が日本から乗り換えることのできる国家はそれなりにあるはずなのですが、あれほどのノージャパン運動をした後ですらイエスジャパンを唱える動きはありました。やはり日本のコメントに複数上がっているように、日本に TPP の加盟を反対されたという実績を作りたいというのが正しいのでしょうか。本当にいい加減にしてくださいね。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。評価クリックやチャンネル登録、よろしければベルアイコンをクリックしていただければとても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。 Thank you.